マイクロイコはアメリカ合衆国のコラムニスト。ポーランド系の母親、ウクライナ系の父親のもとにイリノイ州シカゴで生まれる。成果はバーの会場にあったという。10代のほとんどをバーテンダーとして過ごし、1952年に空軍に入隊。シカゴデイリーニューズ誌の記者だったと経歴を偽り、空軍基地内で発行される新聞のために記事を書いた。 その後シティニュースビューローオブシカゴに在籍し、地元の週刊新聞のために政治や音楽についてのコラムを執筆するようになる。1964年より、かつて出身を偽装したシカゴデイリーニューズ誌において毎日連載のコラム執筆を開始。1972年にピューリッツァー賞の論説部門を受賞した。1978年のデイリー誌休刊後は、 シカゴサンタイムズに移籍したが、ルパート・マードックが3詩を参加に収めることが決定すると、マードックの批判者だったロイコは、同地域のライバル紙シカゴトリビューンに移った。1997年、脳動脈瘤破裂のため死去。64歳。延べ40年のキャリアを通して、全米600以上の新聞に7500本以上のコラムを提供した。日本で翻訳されたものを挙げる。 本国での出版は英語版を参照のこと。以下は英語学習教材として出版されたもの。ありがとうございます。